含む、笑い寺は、愛知県名古屋市東区にある、総東州の寺院。三号は、和志霊山。京六元年、織田信秀が聖母含む荒井院殿茂学陵茂大禅城にの母体を弔うため、尾張国海東軍、土と村に建立した。海んは、天大州の僧侶、新岩法へと伝わり、三門は、清洲城にあったものを移築したと、当時の引っ越し目録が、 名古屋市放佐文庫の蔵書に残っている。大運営随位の弟子、グ安道、チ、カ法治解散として迎え入れ、信秀の大井で助南作工を回帰ともしている。また、これに伴って一万松寺の末寺になったが、現在は、大本山里しも寺の末寺となっている。慶長十五年に現在地に移ったが、清洲越しによって、旧松山町には四十八の寺院が集められ、 名古屋東部の寺町として栄えた。十五世、十沢大都市は、尾張藩八代藩主、徳川宗勝の側室、千育院の消えを受けてその霊廟を、寺院内に建て、十七世、春香る密前は、大本山里市持寺の臨番を務めたが、その後寺勢が衰え、二十一世、前回密帝によって中高され今に続く。現在の住職は三十世を数える。松寺は、 梅屋寺、安座院、修梅院、次元院、厚む福院、朝禅寺、上楽寺、長安寺など8カジを数える。明治時代を迎えると、都市計画により、本堂、書院、栗、座禅堂など大幅に縮小。1945年、名古屋大空襲によって、三門を除いて、本堂、首郎などほぼすべてが消失。戦後の都市計画によって、 墓地を平和公園に移すなどしたことから隣接していた周辺の寺とも離れ、現在ではビル街の中に位置している。1967年、関山和夫により、含む笑い長屋、落語を聞く会が結成され、年に10から11回も要される。落語会には、柳屋古参や桂米長、三遊亭円章、林屋昭蔵、春風亭柳橋、古今亭新町、 小福亭昇格、桂春男次、桂文恵、桂四雀など、東西の名人も数多く出演した。1972年、昭和47年12月31日、第23回 NHK 紅白歌合戦の地方、審査会場として含む笑い寄せが登場。番組の記録映像に寄せの様子が記録されている。レポーターは、柳谷子三太。また、 この後の1973年3月の第1回から2001年、平成13年年3月の最終回まで28年間、会場とスタッフは窓か窓をサポートし続けた。その活動に対して1983年に愛知県芸術文化戦賞の文化賞を受賞している。1987年には含む笑い長屋20周年を記念して門前に、 寄せ文字の寺表が建てられ、1992年には、改装450年記念として、含む、笑い長屋が設立されたが、関山が2013年に死去したことにより、落語会としての含む笑い長屋は終了した。ありがとうございます。